ケント公爵夫人キャサリンはイギリスの王族。ケント公、エドワードの夫人。順団爵、ウィリアム・ワースリーの娘として、ヨークシャーの一族の邸宅で誕生した。学校で音楽を学び、卒業後は子供にピアノ、オルガン、バイオリンを教えていた。1961年6月、エドワードとヨーク寺院で結婚した。夫妻は三子を設けた。百九十四年、 自らの意志でカトリックに改宗した。1701年多い継承法ではイギリス王族がカトリック教徒と結婚した場合継承権を失うことが明記されていたがアングリカンコミニオンと結婚後に相手がカトリックに改宗した場合については明記されていなかった。そのためケントコー自身は継承権を失わずに済んだ。2001年次男ニコラスが カトリックに回収した。続いて2003年に長男、ジョージの息子エドワードが回収、そして2008年にジョージの娘マリナ・シャーロットがカトリックに回収し、3人とも多い継承権を失った。彼女は2002年以来、キャサリン・ケント、またはケント夫人、またはケント公爵夫人キャサリンと名乗ることを決めた。 しかし、公式には現在でも剣と公爵夫人殿下である。ありがとうございます。